からいっぱい連絡来るんですけど、あれらしいですね、台風が来てるんだって。大丈夫ですか皆さん、来てるのかな、もうよくわかんないんですけど、台風が台風だってみんながすごく大騒ぎしてるから、台風が来てるの今。どうやったら台風が来てるとかってさ、わかるの？私さ、台風って調べても出てこないんだけど、全然。あー、お首が出ちゃう、疲れた。マンゴーだって、知らない。教えてるとどんぐらい思えば同じはずなのに、どちらからともなく、お疲れ様だって。疲れた。こんばんは。台風来てるの？大丈夫よ、きっと晴れるよ。意外とどっかに行っちゃうこともあるもんね。本当もありませんでしたみたいなこともあったりする。みのちゃんに吹き飛ばされたいですだって。え、どういうこと？あー眩しい、ありがとう。わーすごい、めっちゃ晴れさせてくれてるじゃん。てっちゃんありがとう。晴れるよねきっと。ロブリーもありがとう。みんなもお日様ください。そんなに来てるの？私そんなに気にしてないんだけど。だって曇りになってるよ。これがみんなこれを気にしているのかな？もう台風のこれ、これでも日本からめっちゃ遠いよ。こっち側に行ってくれるんだったら特にもっと大丈夫そうじゃない？てか6月から台風なんて来るんだね、私全然知らなかった。生誕祭の日でも沖縄あたりですって。でも沖縄近いね。あ、そうなんだ。でもそれて言ってくれたら大丈夫なんじゃないの？そういう問題じゃないのかな。
昨日お友達がりなちゃんのショールーム行ってた。あ、新しい子いたかも。なんか初見の子いたかもしれない。今年は異常ですだって。ですよね、早いですよね。6月の台風が日本に近づくのは珍しいよ。だよね、そうだよね。あんまり聞いたことないもん。私あれ誕生日の時だけ台風来たことあったっけと思ったけど。なるほどね。なるほどね。珍しいよね。きっと大丈夫よ。私の生誕さ、雨降ったことないもん、まだ一回も。なんだかんだ晴れますね。梅雨の日でもだいたい曇りとかです。だいたいいつも毎年雨女だって。私雨女なのかな。梅雨なのに。だよね、ほらりのちゃんの生誕祭の日は毎回雨降りませんだって。私の6月って雨降りがちなんですよ。本当に雨、私めっちゃ雨好きじゃないんですけど、雨降りがちだけど、うん、全然降らないかった気がする。リボンが可愛いだって。これ私がね好きなあのお部屋着のブランドのスナイデルホームっていう、ここの部屋着が本当に、私夏バージョンが欲しいんですけど、この部屋着がめっちゃ可愛くて、そう、それをのピンです。あのね、基本的にお家にいるときはね、あの前髪をねこうやって上げてます。シャンプー何使ってるの。シャンプーは韓国のやつを使ってます。ミジャンセンってやつ。そう、ミジャンセンっていうのを使ってます。オレンジのパッケージのやつ。で、上級なのセットさえ振りませんでしただって。なんですよね。うちの地元は休校にして台風に備えたら晴れたことがあります。そう、なんか意外とそれることもあるし、まあ、それないこともあるからあれだけど。熊本に近づいたら僕がフーフーしますだって。マジでよろしく頼んだ。ひよちゃんがスナイデルのワンピースの話を。スナイデルのねワンピース、私一個欲しいやつがあってね、でも全然違うものを買っちゃったから今日買えなかったんですけど、欲しいのある。でも私今ピアスの方が欲しいかな。こんばんはだって。こんばんは。私は最近欲しいものが本当にありすぎて困っちゃう。めっちゃめっちゃ困っちゃう。早くも欲しいし、コスメも欲しいし。みのちゃん起きてると起きてるよ。でも眠たいですもん。私も今欲しいものいっぱいだって。ね、私も欲しいものいっぱい。私の誕生日プレゼント届いたよだって。今年は数が多いだって。ありがとうございます。嬉しいです。
生誕祭の時にみんな持ってきてくれるのかな、楽しみ。何でも嬉しいのでお誕生日プレゼント待ってますね。何が欲しいの？だって、なんかお部屋着で着れるねワンピースとか欲しいです。スナイダルホームとか全部欲しい感じかな。だって全部欲しい感じかもしれません。韓国は髪の毛が綺麗な人が多いよね。だってでも私が使ってるやつはそんなに高くなかった気がします。多分1200円くらいだった気がする。でも晴れてほしいですね。頑張って。台風、私さ東京にその時いるからさ、どっちの天気を見ればいいのか分かんないんだよね。でも絶対大丈夫。おしゃべり会でも曇りって書いてるよ。おしゃべり会はもしかしたらあれかもね、ちょっと雨かもね。でもそれで言うと先月の福岡のおしゃべり会の時がめっちゃ超雨で大変だった。みんながめっちゃ大変そうだった。超雨だったんですよ前回のおしゃべり会の時。なんで土日だったんだけど土日がすごく雨でめっちゃびっくりした。こんなに雨降るんだと思うくらい。ひのちゃんにはエムズグレイシーが似合いそうだって。え、知らないブランドだ。エムズグレイシー、え、知らない。え、かわいい。めっちゃかわいい。スカールとかめっちゃかわいいね。でもパーティー系じゃない？これめっちゃ私服じゃない気がする。かわいい。いいお値段するね。あの時雨だった。そう雨でした。だからまたもしかしたら雨かもしれないですね。みんな傘は会場内に持って帰ってきたの？あ、そういえばおしゃべり会あれないらしいですよ。パーテーション透明のやつ、透明なやつないからおしゃべりしやすいですね。よかったね。もう私大きなあの日ね、すごく大きな声出しちゃったらさ風邪をひいてしまってさ、喉痛めちゃったらそこから風邪ひいちゃったからさ、よかった。1125日おめでとう。ありがとう。Thank you. リノ嬉しいやって。リノ嬉しい。何の服着ようかな。おしゃべり会部数が部が 1,2,3,4,5,6 部あるので、でも洋服確かあんまり買える時間がなかったから、多分変えられてもめっちゃ忙しいの。福岡の時はめっちゃいっぱいの方が来てくれてたから時間いつもギリギリまでやってて、あんまり
着替える時間がなかったから。こうかな、行けかな。こんばんは、だってこんばんは。おめでとうだってありがとう。テレレレレテレレレレトゥ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 。なんかすごく手が大きく見えるね。距離は変わらない。どうなんだろう、距離変わらないのかな。なんかこう手の方が大きく見えない。すごくない？なんかめっちゃ小顔の、めっちゃ小顔の人みたい。飛んできた。誰から？うん、りょうすけさんありがとうございます。すごい、クマタワーだ、ありがとう。ちょっと早いタンプレって感じかな。ありがとうございます、ありがとう。やったー。え、今6月6日、あと4日後誕生日ってこと？やばー、私はもう多分今年はリハーサルで終われて誕生日迎えるんだろうな。リハーサルに追われて、あー多分誕生日を迎えるんだろうな。ねえ、ありがとう。だからあの夜中配信するかめっちゃ迷う。夜中に、夜中とか日付変わった瞬間くらいにショールームをつけて15分くらいショールームをするかしないかめっちゃ迷ってる。したいなって気持ちはあるかな。した誕生日またぎ配信じゃなくてもう20歳になった瞬間の夜中とかに、まあ12時10分くらいからまあ20分くらい配信しようかなとか考えたりしてた気がする。去年は確か多分20歳になった瞬間に12時以降が配信できたからひまたぎ配信したんですよ。そうだけど今年はどうしようかなって。ひまたぎ配信してほしいですか？どっちがいいかな。ひまたぎ配信を夜15分くらいちょっとパーッとするか20歳になりましたって感じでみんなちょっと起きててもらってするか
もう6月10日の夜に配信するか。私夜がおしゃべり会だけど。誕生日一緒だ、だって。え、そうなの？え、6月10日なの？え、そうなの？本当に？運命じゃん。私6月10日の同じ誕生日のファンの方、私多分一人しか会ったことないままで。ともちゃんありがとう。たかさんありがとう。じゅんちゃんもありがとう。フラも吉田さんもビーバーもありがとう。ビービーもありがとう。ともちゃん、なるちゃん、クービーバーありがとう。クーもかわいい、ありがとう。キュン。考え中だな。でも土曜日だから、誕生日がどの時間に配信してもみんな駆けつけてくれそう。はい、優しい。無理して12時に配信するなよ、だって。でも誕生日はさすがに起きてるからね。起きて15分配信しようかなとか迷ってる感じ。でも今年もさ、みんな頑張ってトレンド入りさせてよ。頑張ってね。楽しみにしてるよ。トレンド入りさせてね。去年トレンド入りしてたんですよ、私の誕生日。すごいと思って、ありがたいなと思って。確かね、12時過ぎにね、12時過ぎにしてもカウントされないって気がする。確か千何日とかのその毎日アイドルに確かカウントされないから。違うんだよね、別枠なんですよ。6月10日の配信は6月10日の朝の6時、朝の5時から12時の間にどっかでしないと多分まされてないってことになっちゃうから、そこは別問題らしい。ひろちゃん起きてだって、おはよう。まあもうちょっと考えてみよう。だからもしかしたら夜の12時超えた時からの15分くらいするかも。キャお楽しみ。3時が切り替え、そうだよね、そうそうそう。長袖だって、長袖やっぱパジャマは長袖着ちゃうよね。まあこれもファンの方からもらったんだよ、ジェラピケのなんかね、ジェラピケのね、マロンティー、こういうのめっちゃいいんですよ。ありがとう。
ゃあ今日は青にします。あー覚えないと、まだ振り付けが覚えられなくて苦戦中です。6月6日、もう頑張りのだって、そろそろ週だって。確かにメールを1通送ってから終わりにしよう。もう最近写真がなさすぎてさ、もう困っちゃう。あごめん、私チャットまた送りますダメ、ほんと私チャットすぐ忘れちゃうの、ごめんね、本当に申し訳ないです。めっちゃすぐ忘れちゃう。なんで忘れちゃうんだ、なんか多分習慣づいてないのかな、ごめんね。難しいです、ちょっと両立が。本当に忘れちゃう、ちゃんとなんかね、絶対忘れちゃうとか言っちゃダメだと思うんだけど、本当に忘れちゃうの。なんかメールは書こうと思って書くんですけど、チャットはもうね、なんかね忘れちゃうのごめんね本当にごめんなさいごめんねってすごく思うんですけどね。なんか気づいたらこの前4日くらい経っててさ、私そんな出したんだと思ってびっくりしちゃった。あと動画を撮らないとダメですね。あとチャットって思った時に送らないと多分チャット忘れちゃうんだ。
からね、どこで買ったのって。開けました。いきまーす。シュー。送ったよー。ちょっと長めになっちゃった。 BB さんありがとう、コージーもありがとう、キュンです、ありがとうございます。あー覚えようかな。じゃあねみんな、またね、またね、みんな。明日晴れるやん。お洗濯物しよう。ではランキング見ます。13位が母、12位がミンパディ、11位がハシムッチ、10位がボーダー、9位がフラン、8位がノブリン、7位が PB、 6位が眠たい起きなさい、5位がビーバー、4位がタカさん、3位がコージー、2位がてっちゃん、1位がりょうすくさんでした。ありがとうございました。じゃん、ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でしただって、お疲れ様でした。オツでーす。ではまたねー。みんなバイバーイ。明日も夜にしたいと思うので、まあ、このくらいの時間かなと思います。バイバーイ、みんなバイバーイ。まったね、ありがとうございました。